なんかね、なんで料理作れるようになったんだろうって思い返してみると、あの最初は坂本はマジで自炊ゴミで全然作れなかったんだけど、ある時をね境に急成長して、まあ自炊の基本を知らなかったのよ。例えば小麦粉って何に使うのみたいな、薄力粉って何みたいな、薄力粉って呼んでたし、薄力粉って何ってそうこれ何とか、パン粉ってこれ何みたいな、そこから知らなかったんだけど、それを知ってから、あ、じゃあこれってこれに応用できるんじゃねとかやってたら急激に成長した。何も知らんかったからな。で、自分がさ、美味しいものが好きなの、坂本マジで美味しいもの好きに食べること好きなんだけど、あの人生の中でさ、美味しいものを食べたことってあんましなかったので、ね、マジで、あの坂本のおばあちゃんの料理って、まあ本気でね、ちゃんと力を入れてくれれば美味しかったんだけど、基本的にマジでまずかったの。もう何でもいいわよね、食べれればいいわよねだったから、もう全然美味しくなくて、あの幼少期も母上の料理を食べた時に、あの母上の料理ってさ、マジでえこれ何みたいな感じのが出てくるの。なんか ゲル状のなんか なんつうのなんか野菜がゲル状になったなんかみたいなのが出てきたりとか一回やばかったのは、カツ、とんかつを作った時にマジで硬すぎて歯が通らなかったやつがあったの。もうマジで、ま、なんか黒いし、なんかね、真っ黒ってことじゃないけど、茶色が焦げちゃうみたいな感じの色ので、何これ何ってなるような料理だったから、あの本当に食べたくなかったのね。何でも料理ってまずいと思ってて、なんか食が嫌いだったの。昔は食べること嫌いだったんで、坂本住むようになっても、おばあちゃんも料理がやばめで、あんま食べ物を一日に食べたりもしなかったし、なんかマジでね、食が1週間に2回とかの時もあったし狂ってたんだけど、そう、週に狂いすぎ、いやマジでもね、動かないから何も困らなかったの。なんか3日とか4日とか空いてもお腹空いてないんだけど、でもまあとりあえず作業として食べとくかみたいな感じだったで、そういう時期もあった。ただそこから果物がめちゃくちゃ好きで、果物のだけの習慣があって、果物だけしか食べない生活をして、でそこから徐々に食べる量も増えてったんだけど、でもね、ちゃんと食べるようになったの本当に2年前とか1年半前ぐらいからかな。うん、食好きじゃなかったしな、本当にえ、だからかりんとうのさ、袋1個でさ1週間暮らしてたりとかマジで頭おかしいよな、今思ったら頭おかしいんだけどさ、あのメロンとスイカだけで暮らしてる時もあったしな。そう、おばあちゃんが、あ、これが好きなんだ、じゃあこれだけあげとけばいいのねってなって、メロンとスイカで冷蔵庫が埋め尽くされてる時あった。